ずいぶん前にちょっと姑から聞いた話がありまして、ははこんなこともあるのかなというお話です。はい,はい、はい。えっ、ー、と、自家中毒っていう子供がもっぱらかかる病気。ああご存知の方もいると思うんですけど。はいはい。あの免疫系の病気で。はい、あの、まあ、もっぱら体質に、こう。よるものなんですけども。うん、あの。 自分の体の中でこう自分を攻撃するようなえ免疫反応が起きてうん、うん、もう吐いたり下痢したりっていうで熱は出ないから発見が遅れちゃって、うん、もう気が付いた時にはもう治安のゼマまで行っちゃうこともあってうん、うん、で実はあのうちも子供がそんな体質だったもんですから、うん、小さい時にはちょっと結構往生したんですね。うんはい でこれって割とえー、っと遺伝的なものもあって、うん、でうちの子がそんなちょっとひどい自家中毒の症状であの脱水症状を起こしたりして、うん、でそれでもまあなんとか今は経口補水液とか点滴剤とか割とですね、うん、対処すればまあ最悪入院だけで済むんですけどで落ち着いた頃にちょっと姑と話をしてたら。 姑があの自分の子が一人、えー、幼児の時に亡くなってましてはい、はい、でそうであそういえばそんな話聞いたなぁと思いながらお話聞いてたら、うん、どうやらやっぱり自家中毒だったらしいんですねは<ー>その子が。えー、でもう昭和の中頃だからまあ今みたいなそんないいものないので、うん、気が付いた時にはこう ん症状が進んじゃって、うん、で勤めから帰ってきたあのまあ姑、えー、ですねあの自分の旦那にあのお医者を呼んでもらってで近くのお医者さんに来てもらって往診してもらって診てもらってたんですけど、うん、もうこれはもう、ねまあ、寝取って十分休養すればいいよ言われて、うん、でまあ 寝せて、それをただただこう見守るだけだったらしいんです。うん、で、まあそのお医者さんというのがその夫のなまあ何つまりはかれば旦那ですね。旦那のこ酒飲み友達で、もうなんかこのお心が夕方だ,だったもんだから、そのまんま二人で酒盛り始めたって言ってこぼしてたんですよ。うん、もうそんなだからもうその子供がこう本当に急に具合が悪くなった時にも。 なんか、なんていうかもう二人とも酔っ払っちゃってて。うん、で、結局、大きい病院に連れていく、間もなく亡くなったんだって話を。してくれましてね、うん。それは大変でしたねって。それは可哀想なことだったですねって聞いてたんですよ。た、うん、ら。そうやって。亡くなるそうなんですかね。息を引き取る前の。だんだん弱くなっている時に。 もうそばについてて握ったりさすったりして母が声かけたりしてやってたら、うん、あのー、どこからともなくなんて言うんですかき、ね、綺麗な音楽が聞こえてきて、はいわゆるこうんて言うんですかね昔で言うなら雅、えー、楽みたいな音楽ーなんかとっても美しい音楽が聞こえてきて。うん でああなんだろうこの曲はと思っていたら息引き取ったったて言うんですよほ<う>、うん、もちろんあのその頃ですし、まあ、農村地帯で家の周りにはそんなその頃は家にもテレビもなくて、うん、子供が病気の時なんでラジオなんかもついてるわけじゃないし、うん、家の外でそんな音楽鳴らすようなそんなです、ね、人もいなければ車もないという時代でしたから。うん なんだかこうお浄土から仏さんが迎えに来てくれたのかなーって言ってですね、うん、あの音楽だけ合わせられんとよーってなんかそんな話してくれましてねは<ー>、うん、だからああ本当にお迎えってあるのねなんて思いながら<ー>まあ今はですねこう私の息子なんかもその同じ病気でも あの何度かかかったけどそのたんび治って吐かなくなることはなかったんですけどねうん、うん、母の話聞きながら、えーまあ、自分の子供を亡くした悲しみは悲しいんだけどつらいけどそこになんかちょっとこうそういう救いがあるような話をね<ー>ちょっと聞かせてもらって。えー まあでもなんかそういうのとかはなんかきちんとね、まあ、そういったところにまあ極楽浄土に連れてってくれるのかなっていうような気持ちにはなれるというかうんなんかそう思,思ったってポツッと言いましたもんで、ね、基本的にね人,人の死には救いはまあないですからねこっち側としては。ええ、そうなんですよね、うん、もうそこまでの話だからですね。 だけどなんかそういうのがあるんだったらきちんとしたとこ連れてってくれるっていうような一つ心のね、うんうん、救いみたいなようなものがまあ全いろんな人にそういうのがあるのかどうか分かんないですけどけどまあですねちいちゃな娘を亡くした時にそんな思いをしたんだなあと思ってまあ本当にそういうのが聞こえてたんならよかったなって <laughs> なんかちょっと今思い出しちゃったもんで。 話してみたくなりましたいや、まあ、でもなんかそのお迎えみたいなようなこそこでねなんかあのー、いろいろとこう死にまつわる直前みたいなようなと死後<え>え死の直後というかね直前直後とかでいろんなんかね体験される方もいらっしゃいますけど、はい、ああ。 そういうのが、まあ、感じられる人たちが全員であればいいかなとも思ったりはするんですけどななかなかそういういわけにもねねそうです、ねまあうん、もしかしたらこう娘を亡くしたくない思いの母親がせめて綺麗な場所へ行くんだって思いたいために聞いた現状かもしれないしうん、うん、それでもなんかあの時ほんとに綺麗だったんだよねあの曲があってしみじみ言うもんですからね。 日頃そんんななな話一切しない人なんですけど、ね、<ー>ええー、現実的なすごいカピッとした人なんですけどうん、うん、だから余計にですねでもなんかその現象残ってますそういう方だからこそ <laughs> やっぱそういうそ,のそれをオカルトとか怖い話的なようなものとはまた捉えてないのかもしれないですね。<laughs> と思います。そう だから人が亡くなるっていうようなことだししかも小さいし、うんうん、でそこから何かしらま,まあ,あのいろんなそのあのお母さんの考えみたいなようなものもあったでしょうし <laughs> そこから何かしら、まあ、それが例えば幻聴だったとしても、えー、そこから導き出さ,出されたものっていうかそれで聞こえたものがその美しい音色っていうのは、うん、なんかその方のね 人間味の何か人一変をちょっと感じられるような感じはしますけどね。そうですね。<ー>なんかもう聞きながらなんかちょうど自分の子があの助かった時にそんな話を聞いたもんですからね。あ<ー>あそうかと思って <laughs> しみじみ聞いた次第ですわ。<laughs> <laughs> いやーしみしみますね。しみますね。<laughs> いやもう僕なんか多分死神が鎌持ってやってくると思うんで。<laughs> 私もなんかきっと奈落にポイントと突き落とされるような最後じゃないかとは思ってますけど、ねうねまあ、ど,うどうかね分かんないですけどもねできたらハードロックで送り出してほしいわそうですね。<laughs> そういうようななんか盛大に盛大に爆発でもしてくれればいいかなと思うけどでもんかそういうのもんかあったらいいなっていう感じはね自分がんかですねんかなる時にはねんかいい話だなと思ってですね思い出しましたいやありがとうございますいえいえはいどうもはいまたよろしくお願いします聞いてまますす失礼しちょっと前には 配信をされてた時に、視聴させていただいてて、その時にこに、聞きながらちょっと思い出した話がありまして、はい、ちょっとその話を聞いていただけたらなと思って、突出させていただいたんですけど、はい結構団地の話をされてる方がいらっしゃったと思うんですけど、はいはいはい はい、あのー、ちょうど、今ぐらいの時期なんですけど、うん、<laughs> あのー、ちょっと小学校上がる前に両親が離婚しまして、うん、はい、で、えっと、母の方に引き取られて、弟もいるんですけど、うん、3人で、えっと、母の知り合いが、あの、じ、えっと、旦那さんの実家に2世帯住宅で住むっていうことになって、はい はい。で、その人がもともと住んでた団地が開くから、もしよかったらみたいな感じで、なんか紹介みたいな形で、うんあの、その団地に住むことになりまして、うん、はい。で、えっと、なんかもう古い感じの、ちょっと大きめの団地だったんですけど、うん、その入った団地が、まあ1階のお部屋で、うん で、近くの小学校に通うことになって、うん、で、こう、何号棟何号棟っていうのがこうあったりすると思うんですけど、<coughs> うん私がその住んでたこう、建物の中には、歳が近い女の子がいなくて、はい。なんか男の子ばっかりだったんですね。はははい。なので、こう、遊ぶとなると、その、 小学校から帰ってきて、団地がこう、いっぱい塔が立ってるところの真ん中に公園があって、うん、そこで遊んでって、こうサイレンみたいなのがなるとみんなお家帰るみたいな。ああ、5時、五時のね、はい。あ、そうです、そうです、はい。<laughs> <laughs> ああ、<laughs> はい。なんかもうそういう感じの、のどかんな感じの団地だったんですけど、はい,はい、はい。 なんかそこに住んでた時に、まあ、母もパートに出てて、うん、弟を迎えに行って、うん、で、こう、夕方ご飯の支度をする時に、うん、お部屋の中がこう、やっぱり締め切りで、こう、ムシムシするから、うん、窓開けてって言われて、網戸にしてって言われて、うんで、玄関のすぐ横にあったお部屋の、こう、窓を開けて網戸にしてたんですけど、うん、その1階の部屋の、 前にこう細い指導みたいな道があって、うん、でこう編みの緑色のフェンスみたいなのがあって、はい、でその向かい側がこう砂利道になってて、はい、でこう黄色と黒のねじねじのこうなんか紐みたいなのでこう区画が区切られてる駐車場になってたんですね。 緑のフェンスに、なんか女の子が、こう、背中を向けて、こう、ずっと、こう、パターンパターンみたいな感じで、こう、背中をちょっと、こう、なんかバウンドさせるっていうんですかね、うん。なんか立ってて、あれと思って、なんか女の子がいるってお母さんに、なんか言ったら、うん、あ、ここにも女の子いたねみたいな、なんか女の子のお友達いないって私がよく言ってたので、うん、 なんか団地の子なのかなってお母さんも言ってたんですけど、はい、なんかそれにこう気づくと毎日いるんですね。<laughs> はい、であれ今日もいるよ今日もいるよってお母さんに言ってたんですけど、うん、なんかすごい気になっちゃって私。でお母さんがご飯作ってる間にこっそり玄関を出てその女の子に話しかけに行ったんですよ。うん、あ何やってるのみたいな、うん でこう私よりも少しお姉さんで、たぶん私がその時小学校1年生で、その女の子4年生とかって言ってた記憶なんですけど、はい、話しかけたら、あの何やってるのって言ったらあ、お父さん待ってるって言うんですよ。はい、あ<で>コンタクトを取ったんだ。はい、話しかけました。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとその頃はまだ積極的だったので <laughs> <laughs> ああ。<laughs> あの話しかけた、お父さんを持ってるって言うんですよってえー、って思ってえー、そうなんだって何時に帰ってくるのって聞いたら、うん、9時過ぎないと帰ってこないって言うんですよ、はい、でえー、9時真っ暗だよって言ったら、うんうん、でも9時過ぎないとお家に入れないんだって言うんですよ、はい、でえー、って思ってそしたらお母さんが あれ、まあ、どこ行っちゃったのって、もご飯だよ、まあ、まあ、っていうのが、なんか部屋から聞こえてきて <laughs>、うん、あ、ごめん、お母さん呼んでるから行くって言って <laughs>、うん、もう取ってご飯食べて <laughs>、<laughs> <laughs> それお母さんに話したら、お母さんが、ええー、って言って、そんな遅くまで一人で待ってるのかなって言ってて、うーん、なんかお父さん帰ってこないとお家入れないんだってって言ったら、えー、ちょっと心配だねって言ってたんでしょはい。 ででも毎日見かけるんでしょなんか気づいたら毎日いるから、うん、話しか家に行ってて、うん、でそしたら、なんか私、その女の子のことがなんかすごい心配になっちゃって、うん、なんか自分よりもお姉さんなのに。うんうん、なんかね、不憫というか、<laughs> なんかえ1人寂しいじゃんって思って、うん、なので、なんかお母さん、この子って言って、お母さんに、その、 女の子をの手を引っ張って、お母さん、この子話してたしお姉ちゃん、この子だよみたいな感じで言ったら、お母さんがあの、9時にならないとお父さん帰ってこないのってその子に聞いて、うんあ、あ、そうなんですって、そっかーって、どこに住んでるのって言ったら、私たちが住んでるお部屋のちょうどもうなんか、えっと、私たちが1階で4階って確か言ってたと思うんですけど。ああ並びのね いはい上か。に、なんか、そこのお部屋だって言ってて、うん、で、なんか、母もやっぱりちょっと、子供一1人で、ほっとけないって思ったのか、うん、そっかーって言ってえ、ご飯食べてくって声をかけて、うん、それからご飯を一緒に食べるようになったんですね、うん。でも、やっぱりお父さんにはちゃんとお話ししないとだめだから、うん、その,の、お友達の家でご飯食べたよ。 っていうのは言わないとダメだよねみたいなことを言ってて、うん、そしたら後日そのお父さんとその子が一緒になんうちに来たんですよ、うん。であ,あすみませんって言ってなんかうちの子すごいお世話になってるみたいでって言われて、うん、であのー、なんかちょっと上でお茶でもよかったらどうですかって言われて、うん、で私と母と弟と。 3人でその子のお家にお世話,お世話じゃないな,なんか遊びに行ってこうお,お茶いただいたんですよ。で同じ間取りだけど全然お家違うなぁとか思ってて、うん、なんかちっちゃいからそのくらいしか思ってなくて、うん、それでなんか、うんうん、家族ぐるみみたいな感じのお付き合いになったというかあそれからはいなったんです。はいはい、2> であのこう、まあ、2人でお話ししているときに、うん その子が、お母さんがもう亡くなっちゃってていなくて、お兄ちゃんがいるんだけど、その当時、確か中学校1年生とか小学校6年生って言ってたと思うんですけど、うん、あのお兄ちゃんがいるんだけど、うん、お兄ちゃんはおばあちゃん家に住んでるんだって言うんでしょ。うん、で、私は一人だから、お父さんが帰ってくるまで待ってるんだって言ってて。うんうん で、ああそうなんだっていう話をしてて、で、まあ、うちもお父さんとお母さん離婚してるから、うん、お母さんしかいないんだよって言ったら、あ,あ,あじゃあ一緒だねみたいな、そ<う>なんか。もう境遇似てるわけだあ、そうです、そうです。<ー>はい。なんか私もお父さんしかいないし、まー、あ、ちゃんもなんかお母さんしかいないから、うん、なんかこう、ひとり親で一緒だねみたいな、うんって言われて、で、それからちょっとした頃に、その、うん お父さんが、うん、あのまー、あ、ちゃん、今度の日曜日に、うん、その何、々ちゃんその、お姉ちゃんと一緒にお買い物行かないって私誘われて、うん、で、えーって言って、なんかその、一緒に行ってくれたらお姉ちゃんもすごい喜ぶと思うんだって言われて、うんうん、で、あそうなのかなって言って、でもお母さんに聞いてみないとわかんないって言って、うん、お母さんに言ったら、なんかお母さん、結構渋ってるんですよ。 お出かけかみたいな感じでご迷惑になっちゃうから<ー>って言うんですね、うん、で,でもなんか子供だから分かんなくて、うん、でそのお兄ちゃんも一緒になんか私もまー、あ、ちゃんが一緒にいてくれたら嬉しいんですみたいな感じでこう一緒に行きたいっていうのをうちの母に伝えてて、うん、母さんがなんかんじゃあご迷惑をおかけしちゃだめだよ っって言って、うん、その千円札を一文くれて、うん、お買い物するときはこれでお買い物しなさいって言ってお金をもらって、うん、そのおじさんとお姉ちゃんと私で出かけたんですよ。イオンみたいなところに出かけてすごく私に物を買い与えるんですよね、そのおじさんが。我が子のようにかな。 娘ちゃんとお揃いのものを全部こう買い与えるんですよ。うん、で、なんかえ、私、お母さんからお金もらったから、うん、自分で出すって言うと、うん、ダメダメって言って、うん、いつもお世話になってるから、まー、あ、ちゃんとその娘、お揃いのものだと、お姉ちゃんも喜ぶからって言って、うんうん、すごいこう。 もらってんのもなんか私それがすごく心苦しくて、うーん、んでなんか、え、でもお母さんがお金くれたからってダメダメって言われて、うん、で、ありがとうございますって買ってもらって、うん、で、お昼になってフードコートで、なんかこう、ポテトとか買って食べてた時に、うん、そのおじさんが目の前に座って、うん、ねえ、まー、あ、ちゃもしさ、おじさんが、まー、あ、ちゃんのお父さんになったらどう思うって言われて、<laughs> 私、その離婚はしてても父と普通に会ってたりとか父とかすごい大好きだったのでお父さんは一人しかいないからおじさんはお父さんになれないよって言って子供ならではのドストレート、ド直球、火の玉ストレートが決まりました。そそうない お父さん1人だもんって言って笑ってたんですよ。<laughs> うん、<laughs> で、えー、そうかなーって言って、でも、まーちゃんとさ、まーちゃんのお母さんと僕が結婚して、僕がまーちゃんのお父さんになったら、ま、うん、ーちゃんとお姉ちゃんは本当の兄弟になるんだよって言うんですよ。うん、で、なんかやっぱ、これちっちゃいから、うーんって言って、でも、やっぱりお父さんは1人だから、うん、無理だよって断ったんですね。うん で、家に帰って、まあ、お母さんになんかお金を返したんですね。なんかおじさんが全部買ってくれて、うん、なんかお金出すって言ってもだめだめって言われて、お金使わせてもらえなかったって言ったら、もうすごい渋い顔してて、うん、なんかあみたいな、でそっかって,って、あとで、じゃあ俺、言いに行かなきゃねって言ってて、うん、でそれからすぐ、引っ越したんですね。どっちが えっと、私たちが <laughs> はあ、ええっと、小学校んーと、2年生の3学期まで結構引っ越しすることが多くてあで、母の仕事だったりとかで、はあ、引っ越すことが多くて、うん、でも一番そこにいたのが短かったんですね多分5月から夏休み前までしかいなかったのであ,あ,あ3ヶ月ぐらいあ、2ヶ月ぐらいか。 ヶ月そうです2 2>、はい、2ヶ月ぐらいで、しかもああ私、知らなかったんですよ、全然知らなくて、うん、ある日突然、もう引っ越し、もう週末にはここ出てくからっていう形で、引っ越しになって、うん、えなんでだろうと思ってて、うん、で、そのお姉ちゃんに、じゃあ、バイバイ言わなきゃって言ったんですけど、うん、なんか、あとでもいいんじゃないみたいな感じで、<laughs> なんか。<laughs> うん 本当になんか早朝にもうあのその母方の、えっと、おじいちゃん、おばあちゃんが迎えに来て、うん、本当になんか結構もう午前中に引っ越すみたいな感じで、引っ越したんです。うん、で、うん、えっと一度、母方のおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんのお家にちょっと住んで、うんうん、でそれからまた3、あのー、人暮らしになったんですけど。うん で、それが1年半ぐらい過ぎて、はい、で、またその、おばあちゃんちにあの引っ越すってことになったときに、その引っ越しまでの間に、少し期間があって、うん、で、その間に、の母の知り合いの人が、あの、持ってるお家、こう、平屋のお家が2軒。 なんかその方が借りてて、でうん、1>, 1部屋使ってないから、うん、なんかそっちにそのお引っ越しするまでの間に住めばみたいな感じになって、うん、でそこ一時的に住んでたんですね、2ヶ月ぐらい。はい、で、その間にまあ引っ越しも決まってたのっていうのもあるとは思うんですけど、うん、母がその方の,あの紹介で、飲食店でお仕事してて。うん で、帰ってくるのが1時とか2時とかだったんですね。ああ、しどしんや。はい。はい、で、えっと、その知り合いの方のお母さんも一緒に住んでたから、その、あまあ、託児所じゃないですけど、<ー>そのおばあちゃんが私たちと自分の孫を一緒に見てくれるみたいな感じだったんですけど、うん、なんかこう、夜中寝てたら、母 <laughs> すごい怒ってるんですね、なんか。うんで 本当、やめてくださいって言って、え、なんなんですか、やめてくださいって、すごい怒ってて、うん、え、何だろうと思って、でもなんか、いたずらして怒られることはあってもその、なんか何かに対してそんなに怒ってる母の声を聞いたことがなかったので、うん、なんかこう、どうしたんだろうと思って、起きたら、なんか、私が起きたのに気づいた母が、うん、なんか、もうとりあえずもうやめてくださいって言って、ばって電話を切ったんですね。うん でえな,なんで怒ってるのって言ったらごめんねって言って、起こしちゃったよねごめんねって言われて、うん、でなんかなんでそんな怒ってるのって言ったら、うん、なんかその実はそのおじさんにそのずっとストーカーをされてたらしくて、うん、だから、その引っ越してから1年半多分ずっとストーカーされてて。ああ ああでなんかうち、その間に固定電話を引いてなかったんですよ。はあはあ、でなんかその母の職場がその何か学校から来る連絡もの連絡先みたいな感じになってて、うん、なんか電話ないとなんか不便じゃないみたいなことをお母さんに言っていて、うん、でお母さんがお母さん、お金ないから電話つけられないんだって言ってたんですよ。うん っってて言うちって貧乏なんだなって思ってたんですけど <laughs> なんか今思うとそういうことなのかなと思ってああなんかしかもその怖いのがあ,あ,あのー、そのそお兄ちゃんがおばあちゃん家に住んでるってお話をそのお姉ちゃんから聞いてたんですけどああああなんかどうやら虐待をしてたらしくてああ避難 そうです多分自走に連絡がいったかなんかであ<ー>お母ちゃんが引き取られてたみたいで<ー>から、その女の子、お姉ちゃんをずっと9時過ぎまで1人にさせてくのも今はもっとネグレクトだし<ー>でも、なんか、まあ、私、その小学校1年生で弟ももっとちっちゃかったんで<ー>なんかこう普通だとちっちゃい子の方ががう可愛らしいじゃないですか。 でも今思うと全く弟に関して関心がないっていうか、なんかも本当に私に対して、もうなんかどうストレートに来るっていうか、いう感じがあったので、なんか。 あの頃は子供だから電話がないのは貧乏だからだとか,、うん、なんかお母さんが1人で私と弟を育ててくれてるからきっと大変でお仕事を移ってたのかなとか,、うん、なんかお引っ越し多くてそのたんびに転校生でさはじめましてって挨拶するのすごい嫌だなとかしか思ってなかったんですけど、はい、なんか今思うとなんかあれあれっていうのがなんか、うん。 ところどころすごくあって、でうん、今みたいにネットとかも普及してない頃の話なので、うん、なんかこう本当に、なんか警察の方が書く似顔絵みたいな顔してるおじさんなんでしょう。なんか笑ってはいるけど、なんか笑ってないみたいな、なんか七三分けで、うん、四角い眼鏡かけててみたいなおじさんなんですけど、うん、なんか、 大人になった今だから分かるちょっとなんか人の怖さっていうのをちょっと思い出して思い返してみたらねはいなんか本当2ヶ月ぐらいしかいなかったんでほとんど忘れてたんですけど、うん、その団地の話を聞いてた時にあ私も団地住んでたなっていうのからなんかどん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 ,どん <laughs> あれあれっていうのを思い出して、うん、はいんかちょっとそれで聞いていただきたいなと思って。 えち,あのちなみにその、はい、お母さんが怒ってたその電話っていうのはその、はい、く一緒に住んでいた方の別の電話ってことなのかしら、はい、あそうですそうです。ですえっちゅうことははい調べ上げてるってことですよね多分そうだと思います <laughs> や。やっぱほんとそっちの方にとんがってる人ってすげえ、はい、探偵になればっていうぐらいのはいねえそのー。 能力ですよね、だってえああその一てその引っ越した場所っていうのって、はい、同じ地域じゃないですよねあ違います。多分それって今思えば逃げてるっていうことであれば、はい、まあ結構ちょっと、はい、まあ遠方というか他県あ同じ県内ではあったんですけど、うん、でも。市とかも全然違ったり結構離れてる。 あ、そうです、はいしかも固定電話ないわけでしょうと、はい、いうことは何かしら予想って、はい、で、しかもちょっと個人情報甘い時期はい、多分だったら同窓,会名同窓会名簿的なようなものとか何かしらこういうのがあるんで同じアパートに住んでいたものなんですけど的なようなところで引っ越し先聞いたりだとかしたのかな、はいはい てかそのもうやめてくださいっていうことからそうさするにこの1年半ずっとその引っ越した直後あたりから何かしらのアプローチはあったんでしょうね多分してたんだと思います多分その団地にいたときも固定電話引いてなかったんでしょうなんか後で引こうって多分母は思ってたのかだから多分連絡網から漏れるっていうのもなさそうだしあじゃあ電話は、まあ、もそもそもなかったんだったらそうそうですそうですはい携帯電話も ないです,いですもう全然なんかもうすごい昔の話なので連絡するっていう手段が基本的には回覧板的なも,ようなものでしかない <laughs> ないのかもしくはそのどこからか経由で、うん、そのおばあちゃんのお家の連絡先とかも知ってたのかそっか緊急連絡先みたいなのはなんかあるかは,はいなのになんかな,な,なんだろうって思って。 <laughs> <laughs> そうだよなネットとかがないから何かしら、うん、その特定するって言ったって距離が離れてたりしてはなかなか難しいけどそうなんですよで結構なんか私その母方のなんかこう女系が結構そういうまあ心霊的な話とかもまああったりするんですけど母もそういう怖い話とか好きで、うんうん、でやっぱりこう 女同士集まると、うん、なんか、人の悪口か、恋愛か、怖い話みたいなのになるんですけど、<laughs> <laughs> なんか、心霊系ってダメな子っているじゃないですか、す霊的な話ダメっていう子がいるので、その私が出会った変な人みたいな話を、うん、あのすると、結構、こう、惹かれることが多くて。うんはあ なんか私自身は何もこうトラウマ的なものとかがなかったりするので、うん、そんなことあったんだよねっていう笑い話なんですけど、うん、それをこう知ってる友達に、そういえばこの間 YouTube 見てて、うん、なんかこういう話でこれを思い出してねっていう今の話をしたら、うん、えなんか今思ったあんたもそうだけどお母さんも変な人に好かれやすいんだねって言われて。<laughs> <laughs> 親子ともどうもそうなのかっていうのも、まあ、最近ちょっとはっとした話でねあえこれ、はい、そのはいひえっ、ー、と小学校2年生ぐらいの時その5月から7月ぐらいまでかなはいその2ヶ月のそれ出来事ですよねはいえこれその前からも引っ越し多かったんですよねあえっとそれから多かったの あそれかからのが多かった気がしますそれまでも引っ越しはあったんですかありました、その父と母が離婚してああ、一回ちょっと私たちのことを考えて、よりを戻そうとしたんですけど、やっぱうまくいかなくて、ああああ離れて、次ぐらいにその団地に引っ越したので、ああまあその時点で3回ぐらいはそうか、そうか、じゃあもう、そこが、まあ、言ったらなんか出発地点みたいなようなところなんですかね。 離婚してからよしここでみたいなような感じの場所ではあったんでしょうね。はいはい、感覚的には。そしたらそのまたわけわからんやつに目つけられて2か月で引っ越すはめになるっていう。そうなんですとか団地に引っ越してた時も周りの方たちがすごい親切な方だったので。うん、はあ、はあはあ なんか、こう、お父さんとは一緒に住めなくなっちゃったけど、なんか三人で頑張ろうみたいな感じで母も最初は言ってたんですけど、うん、なんか結構後々大きくなってからその団地の話をちょろっと聞いたときに、うん、なんかその団地の方たちが、ま、なんかこれ、ちょっとぼやかすんですけど、はい、なんかこう、結構な宗教団体の人たちがほぼほぼだった団地だったとか、<laughs> ああはあ <laughs> あと何かその、うん、紹介をしてもらって入った時にその住んでた党のなんか責任者みたいな何々会長さんみたいな人が、うん、もうまあその宗教の方だったらしいんですけど、うん、なんかそのじゃ団地の下見を行く時にこう、うん、奥さんが運転してくれてる後ろ に、その方が乗ってたらしいんですけど、うん、なんかその間ずっと母の手を握ってきてて、なんかど、ど、どうしていいか分かんなかったんだよね、お母さんっていう話を、なんかしてた <laughs> で、で、それでストーカーでしょそう、そうみたいにさん、もう散々ですね。<laughs> はい。なんで、なんかもう、まあ、今となっては本当、憶測の話なんですけど、もし母が、その、男性に依存するタイプの人だったら たたらどうなってたのかなとか、まあね、なんかもし私が「え無理だよ」とかじゃなくて「うん、いいよ」って答えてたらどうなってたのかなとか<ー>なんかそういうちょっと炎ぐらいなんか気持ち悪さもあって、うん、はーいいやーそうねまあ もう過去の自分 <laughs> グッジョだから何あ,、はい、<laughs> あなんか本当にアホの子でよかったなって思って <laughs> ア,ホのアホの子ではないと思うけどいやいいやっていう方がアホの子だと思いますけどか<ー>ちょっと、うん、え気持ち悪いなって思ってまあねまあそのあ<ー>まだ中学高校ぐらいになった時にはもうや、はいやもうそのそれの全てに気づいたりはしてって たでしょぶん恐らくそうだろうみたいなうんでもどうなのか,か私もほんと短すぎたのであ,<っ>あんまり思い出すことがなくてああ<ー>なんでこう母もあんましりたがらなかったというか、まあ、なんかこう苦い顔をそうでしょうねだってお母さんにとっちゃかなり長くしつこく付きまとわれてた可能性大でしょたぶんそうだと思いますうん はーいまあそうなでそまあマーさんにとってはまあ2ヶ月ぐらいの記憶あそうじゃないですかです、はい、お母さんにとってはちょっとやっぱでっかいし、はい、記憶がない人間あんまり記憶のない人娘と、はい、絶対に思い出したくない人がいればそれは話題には出ませんわね。<laughs> <laughs> はあそうかそうか。<laughs> 何ふと思い出してなんかフラッシュバックじゃないですけど何かあっそんなことあったみたいな感じにいやーちょっとなかなかにえっちゅうことは、うん、マさんはそれからも、はい、なんかはい妙なん,かななんか変なのに巻き込まれたりとかちょっと<あ>若干の不幸体質みたいなような人なのかなあそうですねなんか友達とかに話して <laughs> こういいリアクションがいただけるのは結構人コこわな話が多いかもしれない <laughs> なんか夜中起きたら知らないおじさん座ってたとかが二三回あったりとか。いや、そんなに二三回ないから。言われます。同じこと。あの、あのうちにね、その不幸体質の方がよく来るんですよ。人怖い会に。あ、そうなんですか。はい。あの人、もう人怖いしかないっていう。どう、どう、どう生きていったらそんなことになるのって人が一人いるんですけど。はい。良ければね、人怖い会とかやるんで、また。はい。 あの声、ひ声いっぱい、もうみんなドン引きウェルカムなので、なんか吐き出してもらって、ね、ああのま供養してもらってもいいかなとも思いますし、ありがとうございます、その時はぜひ、はい、全然、恋愛とかで悪い男の人に引っかかるとかは、そもそもないんですけど。 またちょっと違うパターンですねう違うパターンだと思います、なんかあの鳥の糞みたいな、なんか歩いてるだけで降りかかってきたみたいな、<laughs> なんかそういう、<laughs> あっちがみたいな、なんかそういう、<laughs> 私が何か行動したというよりも。向こうから、がやってくるんですねそう,そうですね、はーい。<laughs> い面白そう面白そうって言ったらおかしいけど <laughs> <laughs> そうねなんかこう死なない程度にこうなんかこう、はい、不幸がこう連続していった時って、はい、人間ってもう笑うしかなくなりますしああ本当にそうだと思いますね みんながまあ、どん引きする人もいるし笑う人もいるだろうからこれ笑えない話なんだなみたいなのはん,、うん、んか身にしみてわかりました大人になって私もさすがにこう自分の話じゃないというか自分の話半分だと思うんですけど、うん、あちょっと気持ち悪いなって思いました。ち <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。はいありがとうございます。はいまたあ頑張ります。またよければ待ちしております。ありがとうございましす。お邪魔しました。はいどうもです。私がまだちっちゃい頃にあのまだ祖父が一緒に住んでたんですよ。はい。で私の祖母が喘息を持っていてでまあ結構ひどい喘息持ちだったんでいろんなお薬とか漢方とかを試してたんですけど。 なんかある日私にカエルを生きたまま取ってこいって言われたんですよね。はい、でちっちゃいから別に抵抗なく「うい」っつってカエルを持ってきておばあちゃんに渡すと、うんうん、それをあの粉薬を包むオブラートって薄いペラペラのあるじゃないですか、はい、あれにこう生きたままそっと包んで「飲んだんですよ」<え>。「飲んだんですよ」。 飲んじゃったの。<ん> <laughs> 生きたカエルをオブラートにくるっと包んで飲んじゃったの <laughs>。なんで <laughs> って思うでしょ <laughs>、うん。 でもちっちちっっゃゃゃいからああおばあちゃんんカエル飲んじゃった大丈夫なの?」って言って忘れたんですけど、うんうん、なんかその十数年後におばあちゃん亡くなった頃に「うん、それはおばあちゃんカエル生きたまま飲んでたんだよね」っていう話をお父さんにしたら「<laughs> あれなあのそくを治すっていうおまじないなんだ」って言っておばあちゃん飲んでたんだけど「うん、へえ」っつって。 あれなケロッと治るって言っておばあちゃん飲んでたんだよしゃれやんそう誰が教えたんだよって切れましたね <laughs> えでも真剣に飲んでたから、うん、<laughs> ああ昔の人の思考回路がわからなかった <laughs> っていうお話ですえ民間療法みたいなんであるんですかね たぶんなんかそういうなんていうんですかね、うん、あのいるじゃないですか変な霊能者みたいな、はい、霊能者崩れみたいな人とかいや周りにそういう人多いんでちょっと親族で騙される人が多いんで<ー>ちょっとそういう言い方をしてしまって失礼なんですけど。ははい、い、うん。 でもなんかそういう人から仕入れた情報みたいで <laughs> あんとんかつさんってはいなんか昔これ記事に書いたりしたことあるえないですよ。今から12年前のアメーバのブログかなんかに、うん、えー、実は自分が小さい頃に小児喘息がひどくその時田舎のおばあちゃんがアマガエルを生きたまま飲むと治るみたいなこと言ってたって。 うわあるわだからそのほかにもあるよあるんだうん全然なおんなかったのに <laughs> えこれこれなんだなんかと文化生活研究会大正15年発行っていう大<将>えっと「食用ガエル」っていう書籍に書籍やつ書籍に はいえー、ウシガエルの商業養殖についての本なんだそうですけどこれについてなんか書いてるもので小児のし、えーとえー、しゃ尺かな <laughs> および一般の胃腸病に特効有することは周知の事実にしていく現にアカガエル・グアンと称する 薬までもあると、えー、いうようなことを書いておりますがそれにその、はい、多分この書籍を、まあ、レビューかなんかしてるんでしょうけど <laughs> いやそんなん一個も知らんわって突っ込んでますね <laughs> そしたらかなたさん <laughs> 私その情報を誰が教えたか想像つきましたわああそうなのはいそのあの対象 っていう年号で、うん、うちのおじいちゃんが大正生まれだったんですよ。多分おじいちゃんが教えたんじゃないかな <laughs> あ。いや、アマガエルアマガエルは、はい、リンリン病肺結核下痢止め胃腸薬、すごい横断等の特効薬として、あるいは黒焼きとして、あるいは漬焼きとして、あるいは生体のままに用いられ、特に生体のままの王王か かえんか,かな演芸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 なえ演げか飲み込むことですよね演芸、ね、はぜ、い、んなどのほかに気候を、えー、そうするそうするってこうな変なことしちゃうことそうするえー、っとなんかうんものと伝えられたと書いてますで、ねはいえー、それに対しての 甘返る生きたまま飲むと治るみたいなことを、ね、言ってたっていうのは,はい、はい、まあじ時代的にはあってますよねあったんですねあったんだじゃあそうだ <laughs> 昔の一般常識だったんだわか,かんないですよわかんないですよこ,これこの書籍が <laughs> はい そ,そういうものかどうかだとんでも本はありますからあそうですねうんもうカエルに特化した話の本みたいな感じです、ね、そうそうそうそ,そうですねこれ実食用ガエル」って書いてますもんそうですよね「趣味の副業なりわい書第4編 <laughs>、はい、食用ガエル」っていううわちょっとネットで調べてみようあこれこれちょっととりあえずえー えっと、URL 貼っととくわありがとうございますみんなもこれ見てみありがたい。みんなもこれ見てみこれ,見てみこ,れこういうのがあるんだね。こうまあ,あの今ネットとかでこういうのとかはもう大体著作権とか全部切れたやつとか閲覧できたりするサービスもありますからまあネットでも見れるんじゃないかな <laughs> ですねきっと。<ー>うわ気になる,る。あるところにはあるのかもしれない。<laughs> いやこういうなんか民間療法みたいなようなものを集めたもの <laughs> 多分いっぱいあるんだろうな。<laughs> でしょうねきっとね。もちろんそういったようなこう虫だとかかな動物とかっていうその成分うん、うん、とかからカビだとかねそういったところからいろんなこう特効薬というか、うん、生まれたりは。んそうですもんね あのー、いろんなものあったりするじゃないです虫だったり途中火葬とかね <laughs> あのまあそれはそうじゃないですかです、ねはい、だから、まあ、いっぱいそういうの漢方とかではあるのはあるんでしょうけど、はい、やっぱこのそうだよだってしばらく胃の中でいけるロけロって言ってるんですよ。<laughs> 食べて誰がケロット治るとか言ったんだよ、ね、ねえだって思して寄生いや寄生虫だとかしかもそうそう中で暴れたりとかしてね何かあったりしたりしてもね,ね<え> <laughs> だしなんかおばあちゃんの胃の中で何かがつってね <laughs> ねえ今まで何匹のカエルをねえ結構やりましたよ私。 田んぼの時期になるともういっぱいいるじゃないですか。いるでうちは田園地帯だったので、うん、取り放題だったので。はあ1日3回飲んでる時とかありましたね。いや大丈夫<か>みたいな。カエルは美味しいんですよね基本的には。あそうそう鶏肉みたいな味がするって。若干癖のあるささみと ささみと胸のあっも,もものなんか間ぐらいの食感かなおお<ー>ちょっと筋肉質なうんうんあ美おいしそう美味しそういしいすごいジューシーでおいしいんですよええー、食用ガエル今度手に入れてみよういいですあの中華料理屋とかって普通に食えますよあマジですか、うん、わお知らなかったまあただ足のまま来ますからね あ、そういうの大丈夫です。うん、あの、<laughs> アスリ、アスリートの、ももを。<laughs> アスリートの、ももを、あの、二十分の一みたいなのがきますから。<laughs> <laughs> お、ってなりますよ。<laughs> うん。で、しかも。しかも、一人前三本ぐらいだから、いや、もう一本つけ出せやって。<laughs> 前、前足、後ろ足つけとけや、みたいな。<laughs> まあまあまあ、多分後ろ足だと思うけど。<laughs> いや、だからそういうのはね、<laughs> うん、まあ、ああ、美味しい。そういうのはね、叱るべき勝利をすれば美味しくいただけると思いますけど。生はねえ、やっぱ昔ってすごいね。<laughs> すすごいですよねこういう民間療法みたいなのをいろいろ見たらめちゃめちゃおもろいんだと思うけど考えられないような治療法とかあるでしょうからね。あそうですねきっと。ああ本,本当に氷山の一角なんでしょうけど。うん、なんかあの口腔がんのおじいちゃんがほっぺたが痛くてって、うん、んか。 医者でもらった薬よりもビワの葉を張ってる方が痛みが収まるってひたすらビワの葉を顔に巻いてる人とかいましたね。うん、ああそういうのあるよね。うん。ああ<ー>。なんでなんか、うん、知恵なんだろうけど怖い。うんうんうん。いやありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい。ちょっと新たな発見があって良かったです。良 <laughs> かったです。知識が広がりました。はい、広がりましたね。<laughs> いやー、またよろしくお願いいたします。<laughs> はい、ありがとうございます。失礼します。と、はい、今日の話が、うん、えっと、めちゃめちゃ怖かった話なんですけど。うん、あの、めちゃめちゃ一瞬で終わっちゃうので。はい、うん。さっき、あの、仕事終わりに。うん、あの、部下に協力してもらって、再現。V. T. R. を。作ってきた、作ったんですね。<laughs> 何してんの。<laughs> <laughs> そうなんですよ。あの見てもらえるとあの怖さ分かってもらえるかなと思って。はあうん、で一応あのさっきあの動画を5秒だけの動画なんですけど。あ,あ来てる。はい。ね、はい、ちょっとじゃ話からいいですか。はい、はい、はい。えっとですねえっと十,十数年前なんですけども、はい、えっとまあコンビニによってでコンビニの。 あのー、駐車場でなんですけども、はい、であの車とか、あのー、バイクとかでもそうですけど、うん、あのミラーがちょっとあの角度が変わってると微妙に変わってるだけでもあのわかるじゃないですか。あ乗ってる本人はでその時も「ああなミラーちょっとずれてるわ」とか思って、うん、で窓を開けてで、まあ、手を伸ばした 先が、その動画なんですけど、ちょっと見てもらいます。ま手を伸ばした先。はい、はい。見れますかね。うわあ。<laughs> <laughs> これね、油断してた、何にも。いや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 。いやいやいや いやいやこんなもうこんなこんなのしたらめちゃめちゃ怖くて人が死ぬって死にますよねそうなんですよ俺もう怖い怖いのと気持ち悪いのとえそれはそれ人だよねじゃないんですよえ人いなかったんですよちょっと待ってじゃあ見るよはいどうぞどうぞどうぞ え何はいえはい損<何>、はい、えっとこう,こういうこう,こういう状態でございますこういう状態でございます、うん、はい、えー、流しますはい いやそこれ、さっき、死ぬって、こんなことしたら。はい、そうなんですよでこれね、あれなんですよ、あこれ何あの、10点いくぐらいしたんですけど、ちょっとうまく取れなくて、うん、で暑いからちょっとかわいそうだったから、うん、あれなんですけども。うん、いやいや、<の>もう十分でしょうよ。<laughs> そうなんですよ。で、これ、あのこれねあの、実際はがっちり、うん、あの手がスポッっていうふうにはまったんですよ、手と手が。ああの

うん、もう。下半身見えるし。もしくは、まあ、これって、もしかしてボンネットの上にいた。あ、いや、えっと、いや、え、撮る時です。か再現動画。あ、いや、これはね、あの、車が、前がない車なんですよ。ああ、ハイエースだったんで。はい、はい、はい。そう、そう。だから、そこに隠れてもらって、手だけ出してもらったんですけど。ああ、なるほどね。え、その時もハイエース。いや、違います、違います。その時ね、軽かな。前、前、ボン、あるやつ。 うんうん、前はちょっとあるけどるま車自体はちっちゃい、うん、ボンネットありますありますよねでそうなるとボンネットの上に乗っかるかはい、はい、本当にキワキワなところにいたって下半身見えるから確かにそこに誰かいるなっていうのはまあこの運転席からでしょ運転席のところのミラーでしょうんうん、うん、<laughs> そうですそうですそうですいや見えるよな人がいたら確かに手だけそうですよ手だけ飛んでくることってないよね、うん、ないですめっちゃめちゃ怖かったです <laughs> めっちゃめちゃ怖い俺もうだからよくあの<っ>そ,うそうですよだ,だってあのそれこそよくあの、ね、怖すぎて気絶したとかいう方とかい,いらっしゃるじゃないですか、うん、俺普通に泣きましたから <laughs> 大人でしたけど怖すぎ、うん、そうあの感覚としては、うん、なんかね 不意に変な虫を触っちゃったみたいな感覚でした、ね。ああうう、うん、気持ち悪いっていうような。え大きさどんな感じ、うん。いや、普通の手の大きさです。大人の男の人。大人の。男の。まあ、男かどうかわかんないですけど。うん、まあ、大人の。普通の手というか、はあ <laughs> うん。で、その出てくる瞬間も。もう、なんか、それこそ。鏡が、鏡合わせみたいな感じで。うん、向こうから。 出てきたような感じ。うん。うわー。そうそうそう。うわー、きつい。あ、めちゃめちゃきつかったですよ。<laughs> うん。で、それも、あの、手をき、き、気持ち悪いから、手を、もう、瞬間、あの、反射的に。手を振ったんですよ。うん、で、普通、頭の中で考える、この手を振った時の。 ああってあの水を弾くみたいな感じでこうスルッて抜けると思うんですけど、うん、その感覚とは別にあのスピード的に塗るっていうような感じで抜けてったんで気持ち悪いと思って泣きました <laughs> <laughs> ちょっとあの短い話なんですけどうこ,こういう。はい そんなことはあるそんないやそうそうそんなもうほんちょっとやめろやいやほんと怖かったですこれ車乗ってる人こう刺さるだろうねそう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 に刺さればいいなと思ってねしかもなんかスーパーだそれもコンビニだったわけでしょでコンビニなんて結構このね助手席乗ってる人突破に止めてる車とかがあったりしたらちょっとキュッて当たってね ミラー動く時もあったりするからそうそうそうその直す時ですようんそう後ろ側からもうね手が出てきたら怖いっすよちょっと思い出すよねはい俺だから本当にそれこそそっからはあの結構やっぱり毎回警戒しますもんあ勢いよくいけないというかちょっとこう手ちょっとね乗り出してミラーを変えるみたいなねそうそうそうです いいないなって,って <laughs> うんんか無防備なところをやられたみたいな。いや俺これに似たのでこれもあるあるなんですけど、はい、新聞配達しててうん、うん、このドアにドアポストっていうか入れるじゃないですかはい、はい、ポーって、うん、そしたら入れた瞬間に向こうからガンって引かれるっていう。うん <laughs> <laughs> それはいたずらですよ。多分ね。<laughs> はい。うん、多分いたずらですよ、うん。無防備なところやられるとすごいビビりますよね。うん。それはもうその向こうにいる人間は確認しないから、うんは,うん、はい。できないからね。基本的にはい。たまったもんじゃないから、うんうん,うんうん。俺はもう完全にそういうのいたずらだって思うけど、うんうんうん。のような意、ね、もう完全に意表を突かれてるわけだから。うん <laughs> そういうのはね、本当にやめてほしいですよね。いあ<ー>怖いですよ。人じゃないんだったら、はい、手だけそっから縫って出てくるんでしょう、ま。人でも怖いですけどね、<laughs> 何やってくれてんだよっていうことですけど。んやめて<ー>い,いや怖いですよ。俺普通にこう、わーって叫んじゃったわ。<laughs> 再現ですから。 いやもっとひどいもっとひどかったわけでしょギャっていかれたわけでしょあそうですそうですそうですだから本当にガッチャンっていうような感じですよだから勢いも多分違っただろうしそうですそうですそうですはい何も考えてないですからでもあのんかまあものすごく想像いくからこれは今今もしかしてもしかしてよこれイヤホンかなんかつなげてオーディオかなんかで出しながらどっちかわかんないけど車で聞いてる人もいたりするからね ああ <laughs> そうだから運転中とかじゃ危ないです俺だから本当に運転中じゃなくてよかったなと思ってねはいまあ運転中にミラー戻すのもねもうそれ自動のやつでねやってほしいところではあるけどね怖いから、まあ、うん、うんうん、あまあそうですねっいねいやちょっと恐ろしいわいいねこの再現5秒五秒10秒の再現ドラマってちょっとおもろいね、うん、そうですよあのさっき <laughs> だから訳も分からず部下に ちょっとごめんちょっと終わったところで熱いんだけどちょっと協力してっつってそしたらあのその部下も「うん、えこれなどうするんですか?」って言うから「うん、いやあのカニさんのところに凸しに行くんだよ」って言ったら「うん、え何カニさん何凸んすかそれ?」みたいな「<laughs> いそれその方がなんか怖いんだけど」みたいな <laughs> そうちゃんと最初から説明せえや <laughs> <laughs> まあそうですけど <laughs> そう意味がわからないよ <laughs> そうだけどやっぱり話したらめちゃめちゃビビってましたねそうでしょうねやっぱり、はい、何やら、うん、やらせてくれてるんですかつっていや、まあ、ガリガリ組んでも送ってくださいよ、うん、あそうですね送っときますうんほ、うん、っといてくださいよ <laughs>、はい、いやありがとうございます、はい、ありがとうございましたはい,はい失礼いたしますはいどうもですはい農鑑士をしている男性からちょっと一つお話を聞かせてもらったのではい それをお話はいえっ、ー、とまああのそういう仕事されてるのでね、うん、あのなんか怖い話しないっていうような感じで、まあ、聞かせてもらったんですけども <coughs>、まあ、ある日彼の勤める会社に、うんえー、自宅で納棺してほしいという依頼が入りまして、うんはい、でその納棺をするという日に、うん、まあ こうシフトで、まあ、彼が行くことになったんですね。はいはい、でその納棺をする日が朝から雨が降ってまして、うん、でそういう天気の時って道が渋滞しがちだなと思った彼は、うん、ちょっと予定より早めに会社に出たらしいんですね。ところが走ってみると思いのほか道が順調で。うん 結構約束の時間より早くその家についてしまったんですよ。うん、で、まあ、言われてみればそれはそうだと思ったんですけど、うん、あの亡くなった人の家族が、うん、自分たちで直接脳幹子を依頼するなんていうことは基本ないですね。うんうん、あの、よほど自分の知り合いが脳幹子だとかでもない限り、うん、うん、その脳幹作法をしてもらいたいからって脳幹子を手配する。 ってことはなくて、はい、じゃあどうやるかっていうとその結局頼んだ葬儀屋さんを通して農棺師を手配してもらうというのが一般的な流れなんでこの時もそのお客さんからではなくて葬儀屋さんから <laughs> 提携する葬儀屋さんからまあ依頼が来て彼は行ってるんですね。なのでそのお家に着いてもまだそのご家族と一面識もない状態なんで「うん、ええ、突然あのこんにちは農棺師に来ました」って言っても。 まあ相手もびっくりしてしまうので、うん、通常はその葬儀屋さんの到着を待って紹介してもらってそれで家の中に入るという段取りになるわけですよ。うん、でまあ念のため葬儀屋さん携帯かけてみたらやっぱりまだ到着してないっていうんで「うん、あじゃあ大丈夫ですあの近くで待機してますので」って言って、えー、彼はその家が見える場所にまあ路上駐車をして、うん、その家をずっと見てた。 そのうちその玄関先に葬儀屋さんの姿が見えたらば、まあ、っと行けばいいやと思ってずっと見てたんですね。うん、でそこはあのすごく見通しのいいまっすぐなあの住宅街の通り沿いにあるお家で、うん、はで、い、その傍りにこう車を止めてその家を見ていたら、うん、その家よりももっと向こう道の先から一人男性が傘をさしてこっちに向かって歩いてくるのが見えたんですって。うん うんでまあ、真っ昼間、午前中の住宅街ですから、うん、それは歩行者ぐらいいるだろうということで、うん、まあ別段、それは気にはならなかったんですが、うん、こう見るともなく、その家をずっと見てると、その先から歩いてくる男性が、どうしても視界に入っちゃうわけですよね。うんうん、で、どん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 ,どんどんこっちに近づいてくる、自分が見てた家の前も通り過ぎて、どんどんこっちに近づいてくる。で 彼らって結構こういう状況になることがあのよくあって現場の近くに待機して葬儀屋さんの到着を待つっていうことは結構あるんですけど、うん、あのそういうねあのドラマの刑事さんみたいに車の中で家見てると、うん、たまにね近所の人があの「あんたたちさっきから何やってんの?」とか「何かあったの?」とか声かけられることがあるらしいんですよ。うんうん、でそういうい彼ら まあその軽々しく言えないわけですよね、うん、実はあの家で死人が出まして今日農家なんですよなんてまあ軽には言えないでわけですよね、うんあの。プライバシーもあるしその家の人は知られたくないと思ってるかもしれないしって言って、まあ、いつもこうなんとなくごまかしたりするんですけど、うん、なんとなくそうずっとこう近づいてくるその人を見てるうちにいやまさか声かけてこねえだろうなっていうような思いがちらっと頭の中をよぎったらしいんですよね。うん、うん ただそういう声かけてくる人ってまあ大概おじちゃんおばちゃんなんで,、うん、で近づいてくる人はまあどう見てもまだ20代かいって30歳ぐらいの若い方だったんで、うん、まあまあ声かけられることもないだろうと思いつつもその傘を差した男性が本当に自分の乗ってる車のすぐ近くまで来た時なんとなく反射的にパッとその人を見ちゃったらしいんですよ。そしたら向ここうもこっちを見ていてい 目がバシッと合っ,っ,、うん、った瞬間にその傘をさした男性がペコってお辞儀をしたんですってこっちに向かって。<う>でそれを見た彼も慌てて「<laughs> あ,あどうも」っていう感じでお辞儀を返したら、うん、その傘をさした男性ニコッて笑って、うん、そのまま彼の乗ってる車の横を通ってまたずっと向こうへ行ってしまったんですって。<え>で、え 誰っって思ったんですよ、うんうん、最近会った人かって一生懸命考えたんですけど、うん、全く自分の記憶の中にないんですねその人の顔が、はいえ。でも今俺確実に俺に向かってお辞儀したらなっつって「うん、え誰だ?」って考えているうちにその提携の葬儀屋さんが玄関先に立つのが見えたので「うん、あいけない来た来た」来たって言って車を回してで葬儀屋さんに挨拶をして。 うんうん「ああ早く来ててくれて助かったよ」って「じゃあ行こうか」って言ってその家を訪ねて、まあ、玄関先で「今日農家の,あのスタッフ連れてきましたんで」って紹介してもらって家にあげてもらったんですね。うん、であ「じゃあまずはあの仏様にご挨拶をさせてください」って言ってあ「じゃあこちらへどうぞ」って案内されて家の奥の方にある、えー、と和室畳のお部屋に連れて行かれたんですね。うん、でそこにお布団が敷いてあって亡くなった方がお休みになってる。 その顔に白い布がかかってるんですね、うん、で手を合わせて深々と頭を下げるんですけど、まあ、この後要は綿詰めをしたりおひげを剃ったり、うん、メイクをしたりっていうことをするので、うん、まあ初期状況を見ておかなきゃいけないわけですよ。今どういう状態なのかなっていうことで,、うん、で失礼いたしますって言って白いその布をパッて取ったんですね。うん、あさっっっきおしててたた人だんんでですう か確実にさっき自分がお辞儀された人がそこに亡くなった方として寝てらっしゃるんで、うん、一瞬のうちに頭真っ白になったんですが、うん、紹介してくれた葬儀屋さんがすぐ横にいてそのうちのご家族もそこにいる、うんはい、まだ20代で自ら命を絶ってしまった方だったらしいんですけども、うんうん、そういう環境の中でどしゃーとか言えないわけですよ <laughs> まあまあどしゃ <laughs> どしゃーは。<laughs> <laughs> ちょっとこうあ<ー>まあそういったお仕事されてるからある程度のこう、えー、状況にも対応できるようにみたいなようなものもあるかもしれないですけどちょ,、まあ、ちょっと心底心臓が飛びれる勢いではあったよくねなんかその持ちこたえたなっていう感じはしますけどもね。さすが、うん、プロだねって言ったんですけど<ー>いや本当にその後粛々と。 あのー、ではあのお道具の運び込みからさせていただきますって言って「では皆様お座りください」「始めます」「これをお持ちください」ってやったらしいんですけど<ー>ずもう頭の中ずっともどんちゃんどんちゃんしてて「うん、さっきの人ださっきの人だ」って頭の中では叫びながら、うん、し,くしくとやってたって。 多分バレてはいないと思うんですけどね、うん、と相当テンパってはいましたそんな体験が10年近くこの仕事やってて1回だけありましたねっていう話を聞かせてもらったんですよね<ー>はい、まあ、以上ですまあお世話になりますっていうようなこう挨拶なんですかね,かね僕の体をお願いしますとかやっぱり傘さすんすね,ねなんかそういうところもなんかこうあ なんだろうあそういうのはやっぱあるんだっていうのはちょっとね、はい、い,いつかお話したいと思ってるんですけど別の話でもやっぱり傘を差してっていう話はあるんですよ雨の日に、はあうん、確実に前亡くなった人が傘差してそこに立ってたのを見たっていう話があって、うんうん、やっぱバッ僕も思いました傘すんだって確かにそうなんですよ俺も俺も雨がっぱ着てる女の子か男の子か分かんないけど。 黄色い山ガッパを着たっていうのがあったりするからはい、はい、雨の日に。おっかなたさんが見たんですかいや僕じゃない僕の友達があああ見てっていうのもあるから、まあ、その状況によって質の変わったりもするけれどでもまた別の話では真,、うん、真冬なのに T シャツでみたいな話もあるじゃないですか。うんうん、<laughs> ありますね。うん、だから対応でてるもの しないものみたいなようなものとかって何かあるのかな、その季節だったり天候だったりみたいなようなものに順応して、まあ、対応するのかしないのかみたいな、うん、そこら辺って何かあったりするのかなって。場所とか自分が亡くなった時期に縛られてて、たまたま見えちゃったものというよりは、うん、確実に見せるために出てきてるような感じはするんですよね、今回。 まあ医師としての、まあ、それが僕、まあ、こっちがその方の、ね、心情をう、まあ、ちょっと考えるんであれば、まあ挨拶とかねしに来たのかなって思いますけど、うん、でもやっぱなんかこうし死者その亡くなって間もないとやっぱその。うん 当たり前の行動を取っていくんかもしれないです、ね、あなるほどそうです、ね、時間が長,長ければ長いほどなんかそういった季節とか天候とかに縛られなくなっていったりするのかなうんうん、うん、あなるほどそうかもしれないそうかもしれないですねま,まだこっち側にねあの意識があるというか<ー>いう感じなんですかねで結構やっぱりその方も言ってましたけど脳幹視に限らずその葬儀の現場に携わるスタッフって そのご遺族に対するメンタルケア的なあの会話をするので、うん、ところがすごく気を使うましてや20代の若い方があの自死してしまった案件ですから、うん、な,なんとなくあのじ自分の体をお願いしますと同時にあの父母をよろしくお願いしますと言われたような気もしたみたいなことを言ってましたね。うん、いやちょっと そう,職そういう職業ならではのものなんですかね、うん、実際、そのご両親の前にも出てなかったんですかね。ね、そういう話は聞かなかったです。まあ、でもそっち、うん、こっちからそういう話を振らないとまあ出てこないですからね、<laughs> まさかそんな話できないですからね。さっき見たんですけど、うん、あとお父さんの前にも出ましたって言えないですよ言えないですね。 かんですよまあ環境的に双子の弟がっていう言い訳もちょっと通用しないかなこれは見ちゃったのかなって思いましたけどねまあだったらその葬儀の現場にいるはずですからねそんなに近くにいるんだったらそうなんですよ、うん、でしかも自分たちがんで知ったんだってなるしああこの人たちが脳幹カだってなんでわかったんだっていうのもあるしうん、うん ねまあ、不思議だなって、ま、前も僕、一人、納幹師の方の話で、今、自分が納幹してるおじいちゃんが玄関先に立っててっていう話を一度させていただいたことがあるんですけど。あ,あ,あ,ありましたね。まあ、そ,その時も、わ<あ>、えって <laughs> <laughs> そ,うそうそう、それで、先輩のあの女の先輩にはすげえがんがん怒られてっていう、ねうんね、話があったんですけど、うんまあこ、これを呼び水的にやったんですよ。いや、ないっすよみたいなこと言われたんで、うん、いや別の納幹師からこういう話聞いたんだけどっていうことを言ったら、あー、そういえば。 ってこの話教だからあ,あ,るあるんだパターンとしては同じ今自分が納棺するべき人が生きているように立って動いてっていう話だったんでそうなるとこの、うん、そのまだ行ってないわけですよねお家にはその納棺には行ってないです,でででいですよねい行ってないそかれてるんか分かるっていうものがなんかすなんかちょっと、うん う脳幹視っていうその死者を送るためにまあこうね綺麗、はい、にする、うん、うものなわけじゃないですかはいはいだかそ,それが向こうが認識してるっていうのがなんかいい,い,い話だなって思いますよねそうですねちょっと神秘的な感じはしますしねニコ、うん、って笑ってたっていうのが <laughs> か怖いだけじゃない話だなって思って聞きましたけどね、うん うん、あちらの世界に農監視っていう仕事が周知されているのかな。<laughs> などうなん,、ね、なんですかね。どうですね。それも好きですよね。えー、ですね。あいやありがとうございます。とんでもないです。はい,はい。じゃあまた参りますが、頑張ってください。はい、どうもです。はい、この後も聞いてます。失礼します。はい。はいあの知人から聞いたお話なんですけども。はい。 あのー、知人が西日本の方にちょっと旅に行ってたときに、うん、レンタカーですごく見通しのいい片側1車線の道路を走ってたらしいんですよ。はい、で、こうその両側っていうのは民家とかもないような、うん、本当に一本道のところだったらしいんですね。うん でこの運転してる最中にお腹が痛くなってちょっとトイレに行きたくなったそうなんです。それでこうトイレないかなーって走ってたら、うん、駐車場付きの公衆トイレがあったそうなんですよ。はい、<laughs> であートイレあったと思って、うん、そこに入って。うん その時は確かに自分の車しかなかったらしいんです。うん、でトイレに入ってあの個室を開けたら、うん、男の小学校1年生か2年生ぐらいの男の子がほ<う>バーって出てきたらしいんですよ。<laughs> でびっくりして「<laughs> うん、え入ってたのごめん」みたいな感じで。うん 言って用を足して、うん、でまあ駐車場に出たらしいんですね、うん、でもあれ待ってよって、うん、車なかったしましては近くに家もないし、うん、こんな見通しのいいような道路であの男の子は一体どこに消えたんだと。うん あたりをこう探したらしいんですけど、人っこ一人いないらしいんですよ。はあ、だからあれあれは何だったのかなっていうお話です。これその男の子が出て行ってすぐ追いかけたの？いやすぐではないですね。自分が用足す時間がああ要は足したんですね。はい。おおで,でも止めた時には車は は自分のしかもちろんなくて、ね、出て行っても自分の車しかなくてっていう状態ですねうんまあそんな1分1分ぐらいの時間かなそうですね、はい、あ,あっても1分ぐらいですわねええー、ほそんなに大きい駐車場とかではないのかなまあ多分 道路脇にある公衆トイレですから。うん、広い駐車場ではないと思いますね。まあ、まあ、そういう、まあ、ちょっと個人んりしたところありますからね。はいうんしょ。声は交わしてないのかな。声は交わしてないみたいですね。はい、すぐ男の子パーって走って行っちゃったみたいなんで。あ <laughs> いてたわけですよね。あいてたんです。 開いてたから開けたんですあ。あ,いてたあー、お、お、だ、だい、えっと、こ、個室。個室です。ですよね、の方。はい。を。まあ、普通に、まあ、開け、開けるわけですよね。はい。飛び出してくるわけですよね。はい。閉まってるはずですよね。まあ、はい、普通。いるんだったら、閉ま, <laughs> <laughs> まってる。はずなんですけど。は、うん、開いてた。みたいですよ。 うーんえー、なんだろう、まあ、それ脅かしにとかっていうようなものだったらどんだけ待ってたんだってなるしそれなんか普通に道ど,どっか行ける道とかあったりする場所なのかな子供が壊れたり子供もが壊れたりチらしいのでうん 子供来れこ歩道っていうのがない道路ですねただの道のみはいあんまり子供が来るような場所じゃなさそうですよねそうですねどうなんだろう <laughs> ちゅうかその状況だけでも怖いわ <laughs> <laughs> トイレトイレって思って開けたら子供が飛び出してくるだけで怖いわ <laughs> <laughs> たとえ、まあ、たとえたと一瞬とはなったらしいですけど、うん。はあいやなんかあ,ありがとうございますなんかこ小話的な感じだけどすごい状況としてはめちゃめちゃ怖いわ。<laughs> <laughs> 絶対に嫌だ絶対に出会いたくない俺はだってもうバイクで運転してる時そんな道ばっか通るからああ<ー>。うんよく そういういところにトイレ行ったりしますからねああでもしれない、うんまあ、でもこの時期とかは、はい、もうトイレットペーパーなかったりするしショーだったら普通にいいですけど虫、まあ、湧いてるし、えー、ちょっとあんまりあ,、うん、あんまりそういう公衆トイレは使わないようにしてるけどやっぱどうしようもない時行きますし、えーうん、コンビニあればコンビニ行きますからコンビニの方が全然いいですよね、うん、いい。 いいけど、まあ、そうそうねー、飛び <laughs> <laughs> 怖い怖い。<laughs> ありがとうございます。あ、ありがとうございましたー。はーい、またよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。はーい。十年以上前かな、今じゃなくて今の家じゃなくて、はい、前の家に一人暮らししてた時なんですけど、はい。えーっと、多分名前出して っていいのかなあのー、有名な会談喋る方って名前出しても大丈夫ですよねおでテレビ出てるような方まあ別に全然大丈夫ですあの稲川淳二音帯なんですけどはあ、はあ、音帯のあのー、話をニコ動でずっと延々聞いてたんですよはいそしたらいきなり何の前触れもなく部屋の電気がバッて消えてうんえっって思って で、パソコンのまあ充電があるからだと思うんですけどパソコンのその音帯のその怖い話だけは流れ続けてて、うん、でえっって思ってほ<う>あの、ブレーカーが落ちたとかじゃないんですよ何もしてないし、うん。で、ね、怖いけどとりあえずつけつけなきゃ暗いから余計怖いと思って夜だったんで、うん、つけたら普通についたんですよほう。なぜ今切れたと思って、うん、しかもねあのー えなんて言うんてうですかね、あのー、普通の電球じゃなくってなんて言うんですかあのなんかリモコンで消すやつなんで、うん、消すリモコンで消すとねゆっくり消えるんですよいつもね。はい、いるーって、うん、のはずなのにばって消えたんですよ。うん、えって思って。うん、でまあそれがすごい怖かった。 っていう話ななんんですすけど<う>すいません,なんかあんま落ちがなくって。追加するとなんかその家ね、うん、あのー、廊下側のキッチンへばりつきのとこだったんですけど <laughs>、うん、あのー、廊下側のろ、えー、と床がちょっと柔らかい素材なんですよ、うん、だったんですよ、うん <laughs> で。柔らかいって言ってもまあ全然沈み込むような柔らかさじゃないんですけど。うん そこにね、包丁を刺した跡があったんですよ。うん。なんか、あの、ちょっとドジっ子が落としたとかじゃつくような跡じゃなくって、もう思いっきりガーって刺さないといけない。刺さないと刺さらないくらいの、うん、ちゃんとね、あの包丁のなんかこう、包丁だなって思うような跡で、はあ、なんていうのかな、ちょっとだけ三角になってるみたいな。はい、先が尖ってて、はい、上が、 ちょっとだけ厚みがあるみたいなね後で、うん、えっって思ってそれにはまあその前から気づいてたんですけど、うん、まあ別のその頃のやってたあの突者さんところに徹ってその頃は写真があったんですよ、うん、写真をねお見せしたいわすごいってなったんですけど今ちょっと。 パソコンも変わったし携帯も何台も前の携帯のやつで写真残ってないくって、うん、ちょっと残念なんですけどは、はい、うんだからまあなんかある家だったのかなってで金縛り今の家すいません全く金縛り合わないんですけど、うん、あのー、その家めっちゃ金縛り合う家だったんですよ、うん、頻繁に、うん、まあ、金縛り合ってもなんか見たとかはなかったんですけど、うんはい 足つかまれた感覚とか引っ張られた感覚とかはあったんですけど、はい、まあそのくらいでそのくらい, <laughs> そのくらい <laughs> まあ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 ,まあ、まあ、見てはないんで <laughs>、はあ、寝ぼけているのかなぐらいの感覚なんですけど、はあ、まあしょっちゅう割としょっちゅう金縛りに合う家で、はあ、で私はあのー まあ結果的に何もなかったんですけどで、うん、で調べてみたんですよ、はい、あまりにもなんかその包丁の跡も気になったし、うん、で結局何もなかったんですけどうん,うーんなな確実に包丁の跡だったし、うん、ちょっと怖い家だったなぁと思ってよくあんなところに何年も住んだなぁと思って。うん ちおん、うん、温帯の時に電気消えたのも怖かったけど、包丁の跡が本当に何があったんだろうって。今冷静になってみると思うんで、うん、よく住んでたなあと思いますね。で、オチがない話ですいません。いや、オチ、オチはいらないんで、大丈夫ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> いや、大島ゼリ乗ってたりしたら、オチがついたんですけどね、ねさすがに乗ってなくて。まあ、まあ、でも、その。 引っ越した時からそ当初あ,あまあ包丁の後はあったんだと思うんですよ途中で気づいたんですけどね<ー>私がつけたわけじゃないんでで誰か家に入れたりとかしてなかったんでうんそれさもう本当深く刺さってるような感じですかそうそうそう,そう普通ここまで刺さらんやろどないしたら刺さ刺どないして刺したんやっていうぐらい。<laughs> いくら柔らかい素材とはいえそんな床にガってこんなあとつくかみたいな半分ぐらい入ってんちゃうかぐらいのそうですよね <laughs> なんで気づかないんだろうこの包丁の後にって思って、まあ、私も最初気づいてなかったけどみ,みたいなただ恐ろしいのはその途中その住んでからついた可能性はちょっと怖いですよね 私いいな,いはいないんですか、うん、<laughs> それは考えたことがなかった。まあそのあんまり床まじまじと見たりはしないですけどまあそ,そんなについてるのってだったらその、まあ、内見とかもするでしょうから入る時にうそういう時にも気づかないし入ってからもしばらく気づかないっていうよく気づかなかったなぐらいのものなわけでしょ うん、内見はね、あのー、あんまりちゃんとできなかったんですよ、前の人が住んでたんで、前の人の許可を得てたと思うんですけど、<ー>多分得てなかったかもしれないけどね、あのー、大家さんが、あの入り口からパッと見てくださいって言って、パッと見せてもらって、中に入れてもらえずに、<laughs> うん、でもまあ、なんか急いでたから、ここでいいやと思って、駅近いしって思って。あな,んなるほどね、なん、うん そういう物件は急いでても絶対に回避したいな <laughs> そういう物件だと思わなかったんですよなんかなんかあるんだろうなって思うしなね今思えばあ<ー>なんかあるんや,あるんやろうなって思いますけどね,ね<え>あの感じだとねどれぐらい住んでたんですか もう,もうっていうかまあ前やけど5年はすんだかなそこそこ5年間の間どう金縛りにあったりして足引っ張られたり触られたりする感覚があってああこんなこんなもんかっていう感じだったの <laughs> そうそうそう,そうこんなもんかなって思ってちょっと生活も乱れてたんで私疲れてるんやなって思ってああまあまあなんかそういうのはね、まあ、気のせいだっていうかまああったとしたってまあそういうことはあるやろうぐらいの。 そそうそう見てないやでもまあ稲川さんの話は、まあ、もちろんその話しただけで何かが起こるなんていうことはねちょっと、うん、だ,だったらみんな何なんか怒ってたりするからねいろんな話もあるかもしれないけど、うん、実際問題僕もその稲川さんの話で間接的に食らってるし。 うんうん、そそううなんんでですすかよ結構,、えー、結構ちょっとびっくりしたことがあったんですけど昔そういうのもあったりするしなんかこうはい、はい、動画とかそういうのを見て、えー、何かこうその見てる最中とか見た次の日とかはい、はい、何かしらそ,うその影響なんではなかろうかみたいなようなこともやっぱ聞いたりしますし、えー、稲川さんのお話以外でも。うん うん、だからその話の中なのか、うん、動画の中なのか、うん、なんかいるんだったら僕はちょいちょいこうやって表現使いますけど目が合っちゃったら、うん、何かしらをこう食らったりすることもあったりするのかなっていうのはあるんですよね。見見たらねねいやここれ、ね、見るって言っ,たってて向こうが うん、一方的に見てる。のかなと思うんですよね。こっちが見てないわけです。そう僕のその廃墟だとか、その心霊スポットみたいな,ような動画とかに、昔よく言われ、はいはい、昔言われてたのが。かなさん、はいはい、あそこ、なんでずっと見てたんですかって言うんですよ。一点、うん、だけずっとこうアップにしたりして。数秒間、そこでちょっとじっと止まったりすること。確かに自分の記憶でもあるんですよ。 ななんか気になっってててそこ映してるっていう<は>でもんうんまあいいかっていうのでまた映像変わって歩き始めたりするんですけど何、はい、であんな途中で止まるんですかっていや特に気にないけどな,なんか気になったりしたのかなっていうぐらいの感覚なんですけど、まあ、見えると言われる方何人かが「はい,はい、いや<お>あそこめちゃめちゃ佳奈さん見てますよ」って言うんですよ。えー、分かんないですよ僕は見てないですから。 でもその結果僕はずっと見てるファインダー越しですけど、うん、がっつり向こうと目が合ってるわけですよねあーそっか、うん、向こうがこっち見てるってことは、うん、こっちもそっちを見てるんですよ。ですもんね、うん、気づかんかっただけでそうはあ、なので、ま、もし自分の感覚の中でその映像とか、うん、稲川さんの映像とか DVD とかあるじゃないですか はいはい、ああいうの見ててほの怖い話とかも聞いたりするだけですけど何、うん、かしらその、まあ、映像とかだったらもう目が合うっていうか向こうがこっち見てるか,なかもしんないなって俺もちょっと思ったりするんですよね。でその時にたまたまなんか目が合っちゃって「うん、おなんかやんの,やんのか?お」みたいな感じで向こうからこう飛び出してきたりしたら <laughs> <laughs> なそういうような,こうなんか目にね合う方もいたりすんのかなってちょっと思ったりはするんですよね。ああ<ー>、うん、なるほどね。まあ、そんんならかなと思うんですけど なんかやっぱそういったお話もちょこちょこやっぱ聞いたりしますからははい、はい、うん、目が合うだとかそういうのをこう総合するとあれやっぱなんかこういうのあった人間とかにこうやってきたりすんのかなっていうのをね映像とか見てて飛んできてもらっても困るのは困るんですけどね。そそうでですすねね <laughs> <laughs> たまったもんじゃないいけどその,その赤明るい 一番怖い表現は、うん、明るいだとかこう明るいのが消えたとかってあるじゃないですか明るさがなくなるっていう電気が切れたのか明るさがなくなったっていうような表現なのかちょっとこれは、うん、物理的にその電源を押さないと切れないんでしょうけどその明るいのが明るくなくなったっていう状況 その光源に何かしらがいたりするのかと覆われてるのかとかああ<ー>いう話もあったりするんですよね。ああ別に黒い影とかは見てないんですけどうんそう私パソコンの画面見てたんで黒い影というかそ,んなそこにあるというか今あなたを覆ってますっていう状況。 だそういう風な状況もなんかあるんすって。ああなるほど。うん、そうそうだから見えないみたいなようなものとかその, <laughs> その先にあるものが見えないとかそういうのってその間に何かがあるっていう考えもあるらしくもしかしたら今その <laughs> あの。 明るかったたところの電気が切れたんではなくてまあ、そのつけたらねまあついたから多分それは電気が切れたんでしょうけど<ー>その明るくない<ー>え今この状況だったのにこうじゃなくなったあれ何なんだろうみたいなのってそこのその状況に誰かが覆いかぶさったりとかそこにいて見えるべきものとかあるべきものが見えなくなったりっていうようなものも まあ一つ考えとしてはあるんですよねとか。ええ。いやでもあのパソコンはついたままだったんですよ。うん。本 <noise> 体の映像は流れたままで。よけ、うん、怖くてそれそう。だから電気が消えたんではないっていう。あそっか。電気さえは流れてるんですんね、うん。そう。電気がな消えてるわけではなくて、覆いかぶさられてるから、その視界の目の前にいたとか、<laughs> 覆いかぶさられてるから。<えー S 2> <laughs> 暗くなったって感じたとか,いうかマジか,か,か考え的なものもあるみたいあーめっちゃあれですね例にアプローチされてたんですねきっとね私めっちゃ鈍感やったんやなまあ、まあ、単なる金縛りだったらねまあな触られる感覚みたいなようなものが普通のこう金縛りにあるかどうかは僕は一回しかないからわかんないですけど 普通に足引っ張られて、なんか、ずずずって持ってかれる感じ、やめろやって思ったことは何回もあるし。うん、ねえ、ねえ、気づいてよ、だったかもしれないですね。<laughs> 鈍いがこいつって思われたかもしれないですね。え、これでも気づかないのって思われてたかもしれない。です、ね、これでも、なんか出て行かそうとされてたのかな、じゃ。あ、うんまあ、分け、ね、出てって。てよって言ってたのかもしれないですね。五年もすんだけど。<laughs> まあ、前の人も、何かしらで、それ出て行ったかもしれないですね。 そうですね、うん、あの、間開けずに入ったんで、うんま、その前の人のね、荷物が普通にあって、 あのー、なんか内見でさっきも言ったけどなんか玄関からちらっと見せてもらっただけで、うん、な中の人の,その生活用品とか全部置いてある状態で,で私はてっきりね中の人がいいって言女性だしいいって言ってくれたのかなって思って、うん、で同じ女性同士でこでどうぞって見せてくれるのかと思ったら中の住人いなかったんですよ。でも勝手に開けてたんでしょ そうそう大家さんがね、許可取ったからとかなんとか言って、<laughs> 本当かよって思って。なんかそこらへんきな臭いですよね。ちょっと気な臭いですよね。ん <laughs> 本当に許可取ったのって。普通人が。自分いないときに人見せるかって思って。うん、まあい、いる状態でもそれが決まってるんだったら、こういう場所ですとか、でも挨拶一つぐらいはね、なんかありそうなもんですけどね。ねまあ、会いたくない、別に会いたくはな、会わんでもええやろうぐらいの考え方の人なんかも知らんけど。うん。まあ ね、そんなに急ぐ理由っていうのもおかしな話ですよね。<あ>向こうが。ね、向こうがですよ。あ、向こう、あ、そうですね。うん、だからそ相,の、ね、相手からやりゃいいわけだし、うん、ただ、そのまあ、急いでたっていうようなものもあるから、うん、じゃあまあっていうのであったかもしれないけど。うん、私は私でねあの、その前がレオパレスだったんですよ。うん、で、レオパレスで半年契約やったかな。で、ジャスト。 3年契約ぐらいで、うん、あの出ていく日にちが決まってたんでうん、うん、それまでに出て行って荷物も全部動かしていってしなきゃいけなかったんで、うん、めっちゃ急いででたんですよまあちょっとおどっちものねなんかその都合がちょっと合わなくてそういう結果になったっていうだけかもしれないですし、うん、ちょっとね、うん、そのたりわかんないですけどは今考えたらなんか <laughs> 怪しいなってそういう考えもねまあ一つあるのかなっていう。うん フォローではありますよね。ありがとうございます。いやいやこちらこそありがとうございます。はいまたよろしくお願いします。無知のない話ですみません。いいじゃんおチ。カスタジンなしおチ求めちゃうんですよね。おチはおチはいらないんですよ。階段はおチがあろうがなかろうが全然大丈夫ですから。はい。ありがとうございます。はいまたよろしくお願いします。はい失礼します。ちょっと不思議なことがあったんで。はい。えっとぜひあのかなたさんに聞いていただきたいなと思って。ははは。あの。 連絡したんですけれどもまず大前提として僕自身がそんなになんて言うんでしょう、まあ、心霊現象があったりとか、うん、あの霊が見えたりっていうことはなくて、うんまあ、まあちょこちょこ不思議なことがあるぐらいの、うん、まあ人間だったんですけど、はい、えと去年の年末ですね結構仕事が遅くなって。 えと11時半ぐらいだったと思うんですけど近くのコンビニに車を止めて、うん、えと友人とこう、まあ、電話をしてたんですね。はい、そしたらあの、まあ、コンビニの止まってるなんて言うんでしょう、えー、と前向きに止めていてその前をこう、まあ、なんて言うんでしょうねヤンキー車みたいなのがあの駐車場に、うん。 ものすごい勢いで突っ込んできまして <laughs> あの、キキキ,キという感じで、パタンって止まりましてですね、はい、であの一人あの、なんていうんですかね、あのいかにもこうヤンキーの不合 <laughs> の方が、一人、バンって降りられてきて、その辺に歩いてる、一人,人で歩いてる女性の方をこう走って追いかけて、まあ、要するになナンパしに行ってるような雰囲気だったんですよ。うん でえー、とあ,あのコロナもちょうどなんていうんでしょう緩和されて居酒屋とかも空いてる時期だったんでうん、うん、あの、まあ、溜まってたものこういろいろ発散されてるんだろうなって思って、まあ、見てたんですね。うん、でそしたらあの止まってた車からもう一人、まあ、運転手が降りてきて、うんでまあ、もう一人あのその後に後ろからもう一人降りてきたんですけど、まあ、計3人乗ってたんですけど。うんうん その後ろから乗ってきた人が、あの、なんか、僕の車の方に、こう、ちょこちょこ近寄ってる感じがしたんで、チラッと見たんですけど、じゃ、うん、あの、えっ、ー、と、ニット帽を、こう、頭からこう首まで、ズボッと被った状態で、うん、えっと、ちょこちょこ、こう、酔っ払ってるような感じで歩いてきたんですね、僕の方に。はい。なので、あの、ちょっと面倒は、 あの嫌だったんで、うん、僕の方に近づいてたき来た時にあの「こっちに来るなよ」っていう意味でこう睨んだんですよ。はい、あ睨んだらあのニット帽をかぶってない黒人の男の人だったんですね。はい、でいニット帽をかぶってないあれおかしいなって、まあ、そこはあの、まあ、特に何も思わずですね、うん、あの友達と電話してたんで、はい、なんか変なことあったなって思って終わって。 たんですよ、はい、で終わってまあ普通に家に帰って、うん、まあ寝たんですね。うんうん、で僕はあの自分と,、えー、と奥さんと,、うん、えとワンちゃんと、まあ、3人にこうマットレスを敷いて、うん、あの低いマットレスを敷いて寝てるんですけれども、うん、まあその夜の、えー、とちょっと時間帯わかんないんですけど夜中にあの。 パッと目が覚めまして。はい、あの、もう左、左横下にしてる状態で。うん、えっと、なんていうんですか。左をこう向いて。こう横になってる状態で寝て起きたんですね。さあ、はい、の、右の耳がものすごい、あの。こうドリルで、こうつんざかれるような、ものすごい耳鳴りがして。うん、と同時に。 金縛りかかるなこれっていう感じでガチガチに金縛りかかってったんですよ。う,うわやばいやばいと思ってあの目を閉じてもう全,全身動かなくなっちゃって、うん、で、まあ、奥さんを起こすのもあれだったんでちょっと犬を心の中でその犬の名前を呼んだんですね。はい、なんとかちゃんなんとかちゃんちょっと助けてくれよ助けてくれよって言ったら、うん、あのワンちゃんがこう近寄ってくる感じがしたんで、はい、ああってこう。 顔をこう舐めてくれたんですよはい、はい、そしたらあの右手だけこうかだしがバチンとあの溶けたのが分かって、はあ、あもう間もなくなんかこう体が自由になる感覚があったんで、うん、あのもう大丈夫だよっていうことでこう自分の右手をこう、えー、とワンちゃんがこう顔をなめてる間に手を入れて、うん、えと大丈夫だよっていう感じでこう。 ワンちゃんんをこう剥がそうは離そううとしたんですねもう舐めなくて大丈夫だよっていうことで話そうとしたんですけど、うん、そして、まあ、その時にあの目が開いたんですよ、うん、パッと、うん、そしたらあのその舐めてくれてたのがワンちゃんじゃなくて、うん、そのニット帽をかぶった女の人だったんですよ、うん <laughs> <laughs> であの暗いのになんかこうなんていうんですかねすごく鮮明に見えてあの黒,い黒いニットの長袖に、えー、となんていうんですかね派遣の時に着る派遣の仕事で着るような青いエプロンをされていて、うん、要はあの上半身しかないんですよねその床からこう、うん、上半身だけ出てる感じで。<laughs> で、顔がこう、まあ鼻のところまでニット帽で被っていて、口がこう、まあ裂けてる感じじゃないですけど、もう舌がものすごい長いんですよ。化け物化け物がこう、ベロベロベロ,ロってやってるわけなんですけど、<laughs> あの、で、そ,あの,その時の, <laughs> あの感情をそのままお伝えすると、うん、えっと、なんかその、 何かしらわからないその女性の方から何も感情というか何、うん、て言うんでしょうね何も怖いって感じなかったんですよね。で右手でこう <laughs> その女性の方のこう顔をおでこにこう当ててる状態で目が覚めたのでうんって思ったんですけどちょっとすごい忙しかったんで僕、うん、イラッともしたんですよね、うん。うん であの寝かせてくれというか消えてくれっていう意味で、うん、そのまま右手をぐーっと押し込んだらだんだんこうなんていうんですかね排水口にこう吸い込まれるように小,小さくなっていくんですよ。<う>でそのままこう押し込んだらすっ、えー、と,と消えていきまして、うん、でパチンとなんかこう指鳴らしたみたいにパチンって音がして全身、うん、の,税の金縛,り縛りがこうパチンって取れたんですね。 ほうで、まあ、周りを見たらあのいつもの日常というか、うん、あの女の方もいなくて、うん、あのワンちゃんも普通に寝てて、うん、まあ奥さんも普通に寝てるんで、うん、まあ寝るかと、うん、まあ寝たんですね、うん、何事もなく、うん、で、えー、と僕はその時あのいろんなオカルト系の YouTube をあの まあ、いろいろ不思議なことがあったんでいろいろ、まあ、対策のために言ってはいたんですけれども、うん、その確か早友さんだったと思うんですけどその、うん、えっと右右側になんかこう感じるときは疫量がついていて、うん、その左側に感じるときは死料がいるよっていう話をされてたと思うんですよそうなの <laughs> で今回あの <laughs> いつも前に金縛りあった時は結構左耳で耳鳴りすることがあって、うん、で今回右側がものすごい耳鳴りがあったんで、うん、そのコンビニにあった時の,その男性と同じようなニット帽をかぶってらしたんですよ、うん、その黒人の方と、はいで。よくよく考えてみたらニット帽じゃねえなと思ったんですよ。 考えたら、うん、あの例えばあの拉致監禁される時にかぶせるのあの朝の服みたいなやつあるんなですなぜ拉致監禁で使われる朝袋あの <laughs> 朝袋をよくあのちょっとニュースとかで見るように <laughs> あれをかぶってらしたんですよね。<laughs> はあ、はいもしかしたらそのコンビニで出会ったその 黒人の方の生き量が僕にたまたまついてきたんじゃ、うん、来てしまったんじゃないかなって思ったっていう話なんですけど。で今、あのー、仕事終わってですね、うん、えっとそのヤンキーの車が止まってあった、えー、コンビニから。 電話してます。<laughs> <laughs> またじゃあ出るのかな <laughs> またそ,、ね、その人出てくるのかなそうですねあのでなんかここのコンビニだけ異様に暗くてその駐車場は結構広いんですけどうん異様にこあの駐車場だけ暗いコンビニなんです暗いっていうのはそれは、はい、ど,どういう暗いですか えと街,街灯というか大体あのコンビニってライトが駐車場にもついてると思うんですけど、うん、あのライトがないんですよねほうほうあ結構怪しい人が夜中に行くとたまにあるっていうコンビニですもそのね、ま、間違ま間,間違いなのかどうか、まあ、そこら辺はね、まあ 全く分からないですけど状況としてはしかもそのはいそうなんですよ。だってでもこっちは言ってるわけじゃないじゃないですかそんなのということは犬をそのまあうんまあでも現実問題起こってた ででででああろろううことですよね、うん、夢の中ではないであろうそうなんですよね。あのだから僕もあの YouTube とかオカルト系見るんですけど、うん、その何かこう例えば映画で見た怖い人が出てきたとか、まあ、例えば貞子,で貞子とか、うん、髪の長い白い服着た人っていうわけでもなくてその、うん、非常に鮮明にその見たことない人が出てきたんで <laughs>、うん、<laughs> すごく。 何だっったんだろううなっていうことしか何だったんでしら、ね、それそれが気味が悪いんですよね <laughs> そのまあ間違いなく夢ではない現実やろうっていうことで、ええ、本当にそういうことがで,で舐められたあとみたいなのとかってなかったんですかえっと顔拭いたんですけど、うん、特に何も液とかついてなかったんで,でもすっごいこの気持ち悪い違和感はあるわけでしょ ああそうですね。なめられたっていう。は感じたんで、うん、だからそのらこっちはね犬だって思ってはいるけどそ,、えー、そうだったっていうのだったらこっちがそういうふうに思ったから向こうがなんか行動してきたりとかもね、うんうん、想像するけどそんな情報なんで向こうはねわ、ね、かんない知るわけもないのに。はいはい その犬のような表現をそいつが行動を取ってきたっていうことが気持ちが悪いですよね。が悪いで,す、ね、あ,<ー>であの前一回あの何度か「金縛り」にはあってるんですけど、はい、その左側の耳鳴りした時の「金縛り」はなんかあの本当に黒い物体が部屋に入ってきて、うん、えっと。 な形,形は見えないかったんですよその時は。うんうん、であのこの胸のところにこうひじひじ膝ですか、うん、膝をこうどしどしっと置いて首絞めてくるみたいな感じだったんで全く前回と違ったから多分その生霧さんでもう本当にその一番最初の金縛りの時は本当に殺してくるみたいな殺気、うん、を感じ したんですよね、うん、前回の,そのニット帽の女性の方はその感情が全然感じられないというか,だから本当ロボットみたいな感じだったんで、うん、あやっぱり器量だったのかな っっってて思たことなんですけど <laughs> まあ右左で生き量かなんかっていうのは <laughs> それはまあ全然定かじゃないところだからそこはね,そ,うね <laughs> そ,そこは、はい、まあ分かんないそれが生き量だったら、ね、この本当に生きてる本人なんやねんってなるから <laughs> <laughs> そうなんですよ 器量すげえなーってなっちゃうなんかもう、ね、分かんないですけど<ー>まあ確実に異形の何かっていうようなもんでしょうかね。異形の何かでしたね。あ<ー>本当なんか音,音がこう吸い込まれるというかあの起きた瞬間になんていうんですかねあ、うん、来るみたいな感じだったんで。いやでもそれ<ー>ね来るもんそんなんだったら。 たまったもんじゃない。なんかそれ以降ちょっと犬に舐められるもいやってなるかもしれないし。ああそれはそれは全然大丈夫なんですけど。トラウマになりそうだし。舐められる。全然本当に怖くなかったんですよ。うん舐めら俺ななんかねその恐怖心みたいなようなものはなぜなかったのかっていうのが。なかったんですげえ不思議だな。不思議ですよね。はあ。ありがとうございます。ありがとうございますこの24時間。 お疲れ様ですあい,いつもあの作業中に聞かせてもらっますありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、また何かありましたらお疲れ様ですはいはいよろしくお願いいしますはいはい失礼しますはいどうもですえっと私が 10… 中学生ぐらいの時の話なんで三十年ぐらい前になるんですけど、うん、あのー、その当時えー、っと上の兄貴が、うん、えん、ー 大学1、2年生で、うん、あの他の県で一人暮らししてたんですね。うん、で、そんな日あるときに、いきなり家に電話がかかってきて、うん、えと電源がつけてないブラウン管からキツネが飛び出してきたんだけど、うん、うちってなんかあの、いなりに関係ある っってていう電話がかかってきたんですよ <laughs> す,すごい電話の内容だな。<laughs> でまあうちはあのー、お稲荷さんを祭ってたりとかはしてなかったんで、はい、なんだろうねっていう話をしていたんですよ。で、うん。ね あの稲荷が祀ってある人と関係があるのかってずっと探してたんですけど、はい、母親の方の家はなかったんですね。はい、で、父親の方のあたにも当たってみたんですけど、うん、まあ、父親があんまり協力的じゃなかったんで、うん、探してくれなかったんですよ。はいはい、で、 2>, まあ、2、3週間ぐらいちょっと間が空いたんですよね。うん、でその2、3週間の間にもちょっといろいろありまして、うんあの、バイクで峠を走ってたら、うん、いきなり白い服の女の人が現れて、はい、その近くにあの通った瞬間にバイクのエンジンが止まったりとか。は<う>あのそのは 当時,当時2階建てのアパートに住んでたんですけど、うんはい、なんか天井になんかシミみたいなものができてきて、うん、それが夜になるとなんか女の人がすすり泣くような声が聞こえてきたりとかしてたらしいんですねでまあ、うちの兄貴、結構気が強い人だったんで、はい 平日の夜だと大学行かなきゃいけないじゃないですか、次の日。はいはい。でも、もうない、泣きたいのはわかるけどって言って、うん、あの出るなら、金、土、日にしてくれって言ったら、うん、本当に金、土、日しか出てこなかったらしいんですよ。従順 <laughs> <laughs> でもなんか出てきて、ひたすら泣いてるっていうことで、うん、おかしいなとは思ってたらしいんですね。うん で、まあ、2、3週間経った時に、うん、うちの母親が、えー、父親に内緒で、うんあの、父親の実家の方に、ちょっと関係ある人いますかっていうのを聞いてみたらしいんですよ。ほうほう。そしたら見つかったんですね。ほう。っていうのが、えっ、ー、と、あのー、うちの親父の親。僕からしてみたら、おじいちゃん。うん が、商売やってたんですよ。はい、おで。商売繁盛っていうことで。稲荷さんを。ちっちゃにま、えっ、ー、と、いん、祠と。うん、えっと、なんか稲荷さんを祀ってたらしいんですね。で、あの、そもそも、その、父親方の、えー。おじいさんの本家。はい。 が、えー、とー、別の県なんですけど、うん、住んでる本家の一帯で、うんあのー、小高い山があって、そこに稲荷さんを祀ってたらしいんですね。うん、その地区の人たちが。で、そこから還元し,てしたのかよくわかんないんですけど、うん あのー、父親の実家の方には、ち、えっ、ー、さな祠とその稲荷さんが祀ってあったらしいんですよ。うん。で、あのー、うちのおじいさんはあのー、だいぶ昔に亡くなってまして、はい、はい、祠とお稲荷さんは、そのまんまおじいさんの部屋の中に。 置きっぱなしに、あ、ほくらは庭か。で、えっ、ー、と、お稲荷さん自体は、あのー、納屋みたいなところにしまわれてたらしいんですね。はい。で、えっ、ー、と、ちょっとややこしいんですけど、えっ、ー、と、親父の兄弟、うん、お兄さんが、あのー、おじいさんの住んで、一緒に住んでた家をずっとそのまんま、 住み続けて、うんで、まあある程度年数が経ったしっていうことで、うん、家を改築するつもりで、い、うん、らないものを片付けてしまうとはあ、はあ、いうことで、うんえっと、お稲荷さんとか、祠、うん、を、うん、えっと乱暴なに扱ったらしいんですよ。うんで そういうことがあったよっていうのは分かって。うんうん、で、結局その祠とかはどうなったんですかって言ったら、うん、壊して燃やしたって言うって言てるんですー <laughs> 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 まあ、子供の頃だったから、うん、よく分かんなかったんですけど、そういう話は。ああはあ ただ親たちは親夫婦喧嘩はするわ、うん、<laughs> あのー、とりあえずどうしようみたいな感じで右往左往してたのは記憶があったんですよ。は<ー>でまあどうしたもんかと思ってたんですけど、うん、たまたまうちの母親も商売やってて別のははい、はい。そのお客さんの、がなんか婚姻してるま拝、あ、み屋さんみたいな人がいたらしくて。はい 相談したらししいんですね、うん、したらやっぱりそのあのおじいさんのところでつってた稲荷さんを乱暴に粗末にしたんで、うん、助けてほしいっていうところで、うん、あの兄貴の方に来たらしいんですよ。はいはい、でまあんで兄貴のところに行ったんだっていう話になるんですけど、うん、おじいさんからしてみたら、うん 兄貴は、あのー、すごい可愛い孫だったらしいんですよ。はい。すごい子供の、あの、ちっちゃい時もずーっと可愛がってて、うん。他のお孫さんたちよりも、あの、ちょっと特別扱いみたいなことされてたらしいんです。うん。それで、あのー、多分行ったんだよっていう話で、うん。じゃあどうすればいいんだっていう話になった時に、うん。あのー、 豊川の方に大き、い稲荷が、稲荷神社があるからっていうことで、うん、あのー、お詫びっていうわけじゃないんですけどっていう感じで、うん、その、90日ぐらいですか、うん、毎日、なんか、お詫げを持って、うちの母親がずーっとお参りに行ってて、うん、それ以降は何にもなかったっていう話なんですけど、 はー、まあ、ちょっとまあ、一応、対処はしたわけですね。そうですね。はあ、捨てた。<laughs> すげえな。その、そね、まあでも、別に新人防御の人は、悩むれっつって、バーンって捨てちゃうかもしれないですけどね。うーん、なんみたいですね。燃やしたっていうのは、はっきり聞いたっていうのは。<laughs> 何、はあ、かあそのおじいちゃんがそれあのまあ狐、ね、まあわかんないですけどね狐とかって一回こう祀ってしまうと末代までいるあのいるっていう話は聞きますしね。うんでうんまあそのもしあお社とかを全部はあのー、するにしてもこう。 元の本家のところに行ったりとかして、うん、お稲荷さん返したりとかす、うん、ればまだなんとかなったのかなとは思うんですけどまあ <laughs> ねえいやその時におじねその時にまあ対処してる人とか対処中ちゅうか、まあ、きちんとね はい、こうする人が誰か周りに一人でも知ってる人がいればねよかったんでしょうけどまあ30年も前の昔の話なんであまああんまりそういうのもまあ神棚があるぐらいだったらどこの商売やってる人もいるかもしれないですけど結構がっつりやってたりしたらえー、ちょっと何やってんのよっていう人も出てくるだろうしいい、ね、特に特にねその女性の方とかはあんまりえって何それって。<laughs> <laughs> バーンってやったりする人もいるからな怖いよねそういうのは実際にでもそういうのがあるんだったらちょっとこう気にかけたりする人もよ,よさそういても良さそうですけどねうーんまあ経験みたいなそのなんか話があるんだったら、まあ、僕から見てもあの長男さんはちょっとか一風変わった人だったんであ<ー> <laughs> <laughs> 長男も長男の嫁さんもだいぶ変わった人だったんであじゃあどうしようもなかったのかなあ,あんまり近寄りたくない人たちだったんでまあまあしゃ,しゃあないっていうところだったりするのかな,なか、ね、ちょっときの方が若干不憫に <laughs> キツネさんの方がちょっと不憫に思える。 だいぶ不憫だったと思いますよど <laughs>。いや、ありがとうございます。いえいえはい、まあ。まだあると思いますけど、頑張ってください。あ,ますありがとうございます。はい。